はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国理史伝の織田信忠でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回までの情勢ですね、簡単におさらいしておくと、まず前回ですね、上杉、徳川、この辺りを完全に滅ぼしました。すでにもう上杉家も徳川家もないよという状態ですね。で、それからですね、少しシナリオの方は進めてまして、実は毛利の方の討伐隊を出してですね、毛利もだいぶ削り取りました。毛利は、あと一つですね、こちらに城を持つのみまで削り取ってます。で、代わりに島津と長宗我部が、勢力を大きく伸ばしてきているというのが現在の情勢ですので、毛利を食い散らかしつつ、さらに長宗我部、毛利、島津、この辺りを制覇していけば、いよいよもって、このシナリオも完結できるかなと思っています。もう一つ補足しておくとですね、ついに信忠は征夷大将軍についてますので、正直なところをお話しすると、もういつでもクリアができる、総武事例が出せるよというところにまではこぎつけてますので、この先はですね、長宗我部と島津にダメージを与えるというところまでやって、このシナリオの方は終わりにしていこうかなと思ってます。ですので、まだね、今始めたばかり、今回この話始めたばかりですけども、一応予定では今回が最終回ということになろうかと思いますので、ぜひぜひ皆さんには最後までお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思ってます。では早速続きを始めていきましょう。まずはですね、長宗我部と島津ですね、攻略隊を送っていってますので、ここにさらに追加で派兵していくというのと、あと実はですね、最上家が離反をしていて、敵対してます。こんな感じです。で、毛利も最上も結構、持ってまして、城をね、10万ぐらいの兵を持ってますので、これもね、攻められる分には攻めていこうかなと。で、今ちょっと兵力の話が出ましたので、織田家の、全兵力88万です。で、もう戦うことはないんですが、北条が36万で、長宗我部が8万ということで、今長宗我部とまさに戦闘中なので、長宗我部はだいぶ削られつつあるというところ。で、あと島津が40万ですね。なので今回島津をね、少なくても、だいぶ削り取って、もう天下を狙えないよっていうようなところまで追い込んだら、総武事例を出して、クリアという形にしていきたいと思います。だからもう目下の敵は本当に島津だけというところになるかなと思いますので、ぜひぜひ引き続きお楽しみいただければ嬉しいなと思います。ではまずは攻略隊を送っていっているところですね。ルートをちょっと変えましょう。このルートで行くと、承知。今設定しているルートだと、ここで結構食らいますから。お、待ってください。これただあれか、もしかして大回線が開ける感じだな。そうですね、大回線が開けますね。大合戦って久しぶりだな。ちょっとやってみましょうか。長宗我部と雌雄を決する大合戦ですね。布陣としては味方が2万5000、長宗我部方が1万4000ということで、普通に攻めていけば勝てるかなって感じですね。では信忠も前へと押し出していきましょう。大将なのでね、あんまり前に出ていく必要もないかなとは思うんですが、我に続け、続きなさい。敵の大将が出てきました。全てを込める、聞け、続きなさい。聞くぞ、我らが行くぞ。北斗ご覧まで、かかれ、我らの攻め、あえて見せよ。貴様らに勝ち目はないぞ、聞け、我が道を開けよ。次は終わりだ。忙しい感じだな。決める、ここは聞きます。ここが我が魂。そうなんですよ、家康にね、我が配下となってますからね。わしらまで来ておる、危険。
さあこれで一気に減らすことに成功しましたね。軍勢を、敵の軍勢を。であればさらに奥深くへと進行していきましょう。四国も織田の信忠の領地になっていきますね。であとそうですね、実はスマートフォンが壊れたよって話を何日か前に、したと思うんですけど、まあ、修理代がねちょっとどうも調べているとまだ手元に見積もりが届かない状態ではあったんですけど、エクスペリア、まあ、もちろんねパターンがいろいろあると思うんですが、僕の調べた範囲でというところなんですけど、やっぱり数万単位で修理代がかかるというのをちょっと見てしまいまして、まあ、数万払うんだったらもう新しいの買っちゃった方がいいんじゃないのって思ってですね、実は新しいスマートフォンを買いました。エクスペリアの XZ ですね。11月の2日に出たばっかりの最新モデル、やったーと思って買ったんですけど、まあ、実は落とし穴が1個あってですね、今まで使ってたエクスペリアシリーズだと、スマートフォンの画面を録画できるスクリーンレコーダーっていう機能がデフォルトでついてたと思うんですけど、それがねなくなってました。なのでまあね、ちょっと最近パワープロアプリのね動画の方の配信はしていなかったんですけど、そういったことがねちょっと今後さらにできなくなるんじゃないかなと思って、なんかちょっとうまいやり方がないかっていうのをねちょっと調べようかなと思ってるんですけど、もし詳しい方とかいらっしゃればぜひぜひ教えてほしいですね。なぜスクリーンレコーダー機能をなくしてしまったのか、あの機能はねかなり助かってた機能なんですけどね、まさかまさか家に帰ってきて電源入れてちょっとどうなってるかなと思って見てみたらスクリーンレコードは使えなかったという。あとパワープロアプリの方はですね、配信こそしてないものの地味にプレイの方はずっとやってまして、だいぶコツコツやってたんですけど、引き継ぎがスマートフォンが壊れてしまったのでできないんじゃないかと思ってヒヤヒヤしたんですが、結構初期の頃にですね引き継ぎの ID を控えていたものを見つけまして、なんとかデータは復旧できました。で、ただ復旧できなかったものもあってですね、それが最近実はコツコツこれもやっていた千玉、これがですねちょっとデータが全部もう復旧不能な状態になりましたね。何もバックアップもデータも取ってなかったので完全にわからない。前田刑事のねコラボをやって結構いろいろ頑張ってやってたんですけど、ちょっと残念な感じになっちゃいましたんで、皆さんもねちょっと、まあ、僕みたいな間抜けな人はあまりいないかなとは思うんですが、データのバックアップ ID とかねは控えておいた方がいいかなと思いましたね。さあ四国の使用機の方は継続しつつ、毛利勢ももう始末がつくかな、一応援軍で島津勢が来てますがこれは成敗できるでしょうというところと、国方面は秀吉だけか、ここやっぱりあれですね出てきてくれないんですね。もう一度派兵の要請をしましょう。四国はもう半分が織田勢の手に落ちましたね、まあ、さっきも言ったように
本当にね、データのバックアップはしっかりやっといた方がいいですね。兵糧切れを起こしている部隊もありそうだけど、もうこのまま力押ししましょう。いや、気持ちいいぐらいにあっさり取れそうだな。で、あともう一つでね、ちょっとスマートフォンの話興味ない方には申し訳ないんですけど、海外旅行に僕結構行くんですけど、その時にね、 SIM ロックされてる日本のスマートフォンだと海外で使えないんですよね。まあ、使えないというか海外の SIM カードが出せないっていうのがあって、今まで使ってたものは SIM ロックを解除してたんですね。6ヶ月。ドコモだと6ヶ月だと SIM ロックが解除できるんですけど、今新しくスマートフォンを買ったものは、次回、例えば12月にタイに遊びに行くんですけど、その時とかにはまだ6ヶ月経ってないので、当然、SIM ロックされてる状態のスマートフォンしかないんですよね。で、今までだと機種変更っていう形をとっていたので、その買い替え直後に海外に仕事なり旅行なりで行くときにも、前のスマートフォンは SIM ロックが解除できる状態されているものが手元にあったんですが、今回はもう全くねないっていう状況になってしまいそうなんで、もう 3,4 年ぐらい前に、それこそ日本でまだ SIM フリーみたいな言葉というかね、そういうスマートフォンが出回る前、言われ始める前に海外で買ったヘナチョコスマートフォンをね、久しぶりに取り出さなきゃいけないかなっていう感じになってますね、今は。これは何が起きているんだ。欲しい家を派遣したいけど、一旦欲しい家じゃ返しましょう。もう残された長宗我部の城、四国決して多くはないですね。敵将捕獲した、騎乗します。かしこまりました。まあもう軍勢の数が少ない部隊は退散させていきましょう。退散、撤退ですね。時間って言った方がいいかな、勝利なので。お味方が討ち死にしました。我らに打てぬ敵は、誰かが討ち死にしてる。勝ち戦の中で討ち死にしたのは誰だ。お、履歴が出ないですね、右側に。誰が討ち死にしたんだろう。敵将お待ちした。おとなしくしてください。四国はあとはもう本当に数が限られてきましたね。そしたらいよいよ長宗我部を仕留めにかかりましょう。で、島津に対してももうここの辺りで開戦をしていってもいいかもしれないですね。こちらが先端を開けば信勝も先端を開かざるを得なくなるでしょう。包囲します。取り囲み。兵糧切れを起こしているところがありそうだな、この感じだと。敵将捕獲した。ここが兵糧切れを起こしているな。であれば、これね、一つはあれですよね、できれば両方ですけどまとめて選べるといいですよね。 PS4 版でも騎乗します。騎乗する。
まとめて選べるとだいぶ楽ですよね。 Windows 版だときっとマウスでぐるっと囲ってピッとやれば軍団を兵をまとめて差配できるんでしょうけど、かしこまりました。さあ四国の仕置きはもうほぼ終わりましたね。次一旦、軍議というか表情を開いて四国を誰かに与えましょう。まあ、誰かにっていうよりかは信孝にそのまま与えてしまった方がいいですかね。もうここまで来たらあまり細かい軍団をいくつも作ってもしょうがないかなと思うので、思い切って信孝に四国丸々あげましょう。表情を始めます。報告いたしますぞ。いや信孝相当でかい勢力になるな。信孝は信長の三男坊ですよね。長男信忠、次男信勝、三男信孝だったかな。信勝と信孝の順番合ってますよね。それが今や四国全土を掌握してますからね。まあ一つだけ城が残ってますが、ここが落ちるのも時間の問題でしょう。敵将、捕らえたり敵将、仕留めました。信孝は帰らせましょう。ご命令くだされ、報告いたしますぞ。始末とも回戦をしてますね。出るとするか。長宗我部も滅ぼしたが、敵将お待ちした。敵将を捕らえた。あとは今始末とね続々回戦をしていってますが、ご命令くだされ、報告いたしますぞ。先月の終始です。この辺りは毛利勢ですね。毛利も全部取り込んでいきましょう。出陣します。ちょっと北陸方面が気になるのは、全く城が取れてない感じがするけど、一応攻めようと頑張ってはくれているんだよね。ただ敵がそれ以上に頑強な感じなんだな。我が勢がちょっとここはやっぱり攻めにくいですよね。城が点在してないので兵力が分散してしまい、かつ城にたどり着くまでにすでに兵糧を結構食っちゃってるんでしょうね。お味方が捕獲されました。滝川小浜あたりが捕虜となったと右の方に出てますね。なるほど。おそらく軍勢の数というより武将数が不足してきてるんだろうなと思うので、安土からちょっと武将を派遣していきましょう。与力として信孝信勝の軍勢を先月の終始です、武将を与えていきます。
まあ、だいぶ数はね、安土に入ってますからね。毛利滅ぼし、長宗我部、まあ、長宗我部はまだ傘下にも入ってないか。入ってないけれどもというぐらいの数いますからね。これをね、買い殺ししててもしょうがないですからね。今、清水宗春とかもいましたが。いやー、圧巻だな、この四国をあっという間に切り取った感じ。もう100万超えてますよね。102万。軍勢の数が。圧倒的だな。もう、お遊びの領域に入ってきてるので、官位とかもガンガンもらっていきましょうか。最後ね。もうすでに、武家の棟梁の将軍職にはついてますからね。未だかつて将軍職と関白職両方を一度に手に入れた人とか多分いないですよね。まあ、ちょっとね、そこまでいけるかというのはありますが、左近将軍をまずはもらいましょう。いやー、もうここも全部思い通りに上げられるんだな。役職もね、まあ将軍ですからね。包囲しろ。いざ参ろう。続々と捕獲した武将たちが安土に連行されてきてますね。ご命令ください。では朝廷外交で工作をしていきましょう。出るとするか。敵将捕獲した。基本的に本州から島津を追い出すか、追い出せるねっていう見通しが立ったところでね、総武事例を出して決着をつけていきましょう。出陣するぞ。敵将討ち取りました。我が軍は圧倒的じゃないかというところまで来ましたからね。いやー、思い返せば最初の頃はね、四方八方敵に囲まれかなり苦戦をした時期もありましたよね。それが今や勢いですね。出陣する。攻め込め。敵将捕獲した。敵将捕らえたね。攻め込め。ご命令ください。報告いたします。我が戦お見せしましょう。ここはでもかなりの大部隊同士の戦いになってるな。義久も出てきてるし、利久か。これを撃破できればもうほぼほぼ決まるな。わあ、でも九州も結構軍勢の数整えてますね。家久忠達、この辺りはかなり強豪な軍勢ですが、それでも37万。北条もね、38万で大きいですけどね。北陸の方は相変わらず苦戦してるといえば苦戦してるんだな。敵将仕留めたり。取り囲み。命にするな。生きるのだ。敵将捕らえました。ご命令ください。報告いたします。さては、北陸の方にも蹴りをつけていきましょう。いい加減ね。出陣します。ここは黒川は攻められるけど、最上は攻めてくれないんだな。伊達も北条もだったら自力でねじ伏せに行きましょう。
敵将、捕らえました。敵将、捕らえたり。いやー、圧巻だな、本当に。敵が我が領内に向かっております。もう処断していきましょう。この将軍に従わないものは処断だ。で、またスマートフォンの話に戻しますね。でスマートフォンがさっき言ったように6ヶ月間収録できないので、まあ12月、あとは年末年始、2月、3月ゴールデンウィークに予定している海外旅行の時にちょっとその使えないっていうのがね、痛いですよね。もう 3,4 年前に海外で買った格安のスマートフォン、まあこれも一応エクスペディアではあるんですけど、あの WhatsApp と LINE を入れたらもう何も入れませんでした、アプリは。敵を追い詰めます。海外でね、その使う分にはそれで十分といえば十分なんですけどね、 LINE とかメッセージ系のアプリだけが使える。ただやっぱり手軽にちょっと写真を撮ったりとか、ね、ご命令ください。そういったことも、まあ、しづらいし、できたとしてもやっぱり画素数もひどいしっていうのがあるので、なんとか今修理に出しているスマートフォンの修理の値段が1万円台だったら修理にしようかなと思ってます。それはもう SIM ロック解除してるので、それをそのままね海外でも使えるの でもし2万円以上かかるようであればもう諦めて海外ではまあ Wi-Fi ルーターを借りるか、もしくはカススマホですね、 3,4 年前に買ったカススマホを持って行ってそれで我慢するか、まあ、どっちかになるかなと思いますけどね。まあちょっと原因がわからないんですよね。突然電源が入らなくなった、まあ、電源は入ってるのかなという感じなんですけど、まあ、画面が真っ暗で映らない、薄くバックライトが光ってるなっていうのは暗闇に持っていくとわかるんですけどね、そこまでなんですよね。そういった少々ね、我が戦お見せしましょう。方いれば本当に直し方を教えてほしいですよ。表情を始めます。報告いたします。先月の終始です。九州からもうちょっとで追い出せるかなというところまで来ましたね。出陣するぞ。出陣する。出陣する。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。先月の終始です。あと本州には6つの島津の城がありますが、まあもうあまりねここにはこだわらずに決着をつけていこうかなと思いますけどね。戻ります。ちなみに信長は三色水人、征夷大将軍、関白、太政大臣、まあ、どれかにならないかってね、先月の朝廷から言われた時に、ね、報告いたします。黙殺したらしいですね。どれもいらないっていうことだったんでしょう。ただ僕はね権力大好きですからね、ここは官位をもらいましょう。今だとでももう侍従までしかもらえないの、関白はもらえないのか。もうちょっと高いの欲しいな。関白とかって確か条件がありましたよね。でも辺りは和の神っていうかなんちゃらの神的なものですよね。欲しいのはそれじゃないんだよね。官位よ、官位。自分の将とかって、ね、これ自分の将っていうのは三成とかね、行部の将は大谷義継とかがもらってた官職ですよね。
という間に時は流れて表情を始めます。報告いたします。報告いたします。1600年になってますね。先月の収支です。では出陣していきましょう。出陣する。歌だとね、最後に出陣していきましょう。ついてこないね。表情を始めましょう。報告いたします。信孝もで、北陸の方がいつも通り手こずってる感じだな。ここもうちょっとスッとね行ってほしいとこですよね。出陣します。変えちゃうんですよね、出てきて。ご命令くだされ。先月の収支です。出陣するぞ。竜の戦見せてやろう。竜の戦ってことはなんだ。あれかな、マサンネかな。助太刀します。ご命令くだされ。報告いたします。さては出陣を促していきましょう。全然出てきてくれないからね。もう織田の棟梁当主信忠自ら出兵を促しましょう。これで再び大軍勢を動かせば、いよいよ終わりかな。島津も出陣する。帰っちゃう。加勢いたしますぞ。加勢します。行くぞ。加勢いたす。帰っちゃう。いや、ちゃんと出陣してくれたなら表情を始めましょう。報告いたします。出陣したよっていうね、出陣したよっていうのを見てて書いちゃうんですよ。信忠自ら出てきてんだけどね。ご命令くだされ。報告いたします。出るぞ。必ずや勝つ。出陣するぞ。我が策で勝利をつかみます。助太刀いたす。行くぞ。我が策で勝利をつかみます。さあ、そしたらこの信忠が、ご命令くだされ。報告いたします。もう撤退せざるを得ないかな。信忠がじゃあ安土に戻ったら総武司令を敵を追い詰めます。していきましょう、この合戦をね。我が戦お見せしましょう。その信忠だけが生きていたらどうなったかというのをね、コンセプトにプレイをしてきましたけど、ご命令ください。信忠は結構いし先月の収支です。信長の野望を告げたという感じで、今回のシナリオはね、終わりにできたんじゃないかなと思います。もうここまで来たら天下をひっくり返されることもないでしょう。まあ、北条とはね、あの婚姻同盟ですからね、かなり強固なものですし、島津もね、所詮九州を治めているだけ。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。お、ついに長谷道場を撃勝捕らえたり。いや、ここの戦いも長かったですよね、最上攻略戦。ただここの最上攻略戦もようやく相なったって感じですね。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。
出陣するぞ。取り囲め。いざ参ろう。出陣するぞ。出陣する。織田が戦ってる横できっと北条と表情を始めます。報告いたします。あ、違うね、北条と南条が戦ってるんですね。まあそこは好きにやってくれとしか言いようがないな。できればね、もちろん戦わないでほしいですけどね、同盟国同士なんで。こういうところに仲介とかできればいいですよね、その将軍の権限を使って。今度信長の野望でそういう新作が出るというのは、そういう機能があっても面白いかもしれないですね。勝手に戦をしてはいけないっていうね。ご命令ください、報告いたします。そういうの今はないですよね。先月の和解とかも、自分が誰かと和解っていうのができても、自分が仲介者となって和解させるってことはできないんですよね。そういう機能があっても面白いかもしれないですね。さあ、では、信忠が安土城に帰還したようなので、ここで、総武事例を出して、今回のシナリオを終わりにしていきたいと思います。表情を始めます。報告いたします。本当にね、いろいろ皆さんに応援していただいたおかげでここまで来れたかなという感じですね。制作を執り行います。これまでの権利を見ながら終わりにしていきたいと思います。総武事例の発令により、天下のすべての戦いは折戦国のように平穏の時が訪れたということですね。信長が生きていて、もし本当に将軍になる気がなかったのかあったのか微妙なところですけど、もし将軍になってたら、安土に開封してたんですかね。そうなんですよね、最初は一城主でしたね。そして1582年6月、信長が死亡。その後を継いだ信忠でしたが、3年間は他国への侵攻をしないっていう縛りを与えて最初プレイしてましたよね。まあ、これは家中をね、混乱を収めるとかそういう名目で3年間他国への侵攻はしないということで、その3年間が結構重荷になって、周りの国々が大きくなり、手を結び、厳しい状況に何度も陥りましたね。西岸も攻めたし、織田と北条の同盟ができたあたりからだいぶその天界の道が開けてきましたよね。これによって上杉と徳川と、まあ何て言うんでしょう、何の憂いもなく戦うことができ、これを滅ぼすことができて、天下がほぼほぼ手中に収まったっていう感じでしたよね。もしあそこで北条がね、敵方として参戦してたら、またちょっと違う展開になっていた、もっと苦戦する展開になっていたんじゃないかなと。信長の野望創造戦国歴史伝織田信忠でのプレイは以上で終わりにしていきたいと思います。また違う武将でプレイの方はね、引き続きやっていきたいなと思ってますので、ぜひぜひそちらの新しいシナリオ始まりましたら応援を引き続きしていただければ嬉しいなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。